皆さんこんにちは。ライジンガール2021黒担当庄司梨沙です。本日はヨギボープレゼンツライジン33追加対戦カード記者会見にお邪魔しています。記者会見直後の選手にインタビューをしていきたいと思いますので、皆さんぜひご視聴ください。僕らにしか見せられないことっていうのがあると思ってるんで、一般の人に楽しんでもらえるような埼玉ショップアレナイさん、ライジンシアブかけてださストライカー同士激しいスリリングな試合ができるんじゃないかなっていうふうに。小根選手ということで正直、役不足です。ちょっとどういう気分かなと思って、ちょっと銀メダルを偽物じゃないですか。アーマゾンで、はい、使いました。クソダサいんですけど大丈夫ですか。選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。今回ライジン2年ぶりの大晦日参戦ということで、率直なお気持ちを聞かせください。前回の試合からまだ1ヶ月も経ってなくて、すごいいろいろ考えたんですけど、まあ、大晦日はやっぱりお祭りだし、やっぱりそこに私も参加させていただきたいし、熱いオファーもいただけたので、今回は頑張りたいなっていうふうに思ったので参戦を決めました。前回の山本選手との戦いでは見事勝利を収めましたが、周りの反響や、そうですね、手応えなどは感じましたか？1年2ヶ月ぶりの試合だったんですけど、すごく自分の中で動き的に気持ち的にもすごくいい試合だったので、この流れを止めたくないなっていうふうにも思ってるので、そうですね、今回の試合もいい流れを持っていきたいなっていうふうに。対戦相手のパクシュー選手の印象を教えてください。フィジカルが強くてすごいストライカーで、打撃もいいパンチを持っているので、そこは気をつけていきたいなっていうふうには思ってるんですけど、私も打撃には絶対の自信があるんで、一本系を目指して頑張りたいなと思います。最後にファンの方へ一言お願いします。大晦日2年ぶりの参戦となりました。今回私の試合ですごくインパクトを残して、での試合はやっぱり面白いって皆さんに思っていただけるような、皆さんが興奮するような試合をお届けしたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。パク選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。初のライディン参戦の率直なお気持ちを聞かせください。굉장히기쁘고설레고즐겁고근데긴장도많이돼요사실근데재밌을것같아요라이진의링의이미지를教えてください저는 KG 를좋아하긴한데라이진자체의시합이되게감동이많이있어요그래서정말뛰어보고싶었던무대입니다対戦相手の레나選手の印象を教えてください。레나선수엄청강한선수고잘하는선수고이때까지뭐슈터복싱 MMA 기간도되게긴선수인데그렇다고해서엄청높은벽이라고는생각안해요지금저랑도해볼수있는상대라생각하고자신감갖고싸우면충분히제가이길수있다고생각합니다시합에앞서고자신의취미를教えてください일단전시합을포기를안해요뭐힘들던뭐안힘들던포기를안하기때문에레나선수가저를상대하기는다른선수들과는좀다르지않을까라는자신이있습니다最後にファンの方へ一言お願いいたします。はじめまして、박시우です。라이진처음데뷔하는선수인데긴장도많이되지만또이큰무대에서제가또즐길수있는그런사람이될수있도록노력하겠습니다박選手でした。ありがとうございました。ユース選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回初のライジン参戦の率直なお気持ちを聞かせください。こんなチャンスは本当に一緒に一度あるかないかのチャンスだと思ってんで、本当に嬉しかったです。すぐに3週間前ぐらいに決まったんですけど、やらせてくださいってすぐに答えさせてもらいましたね。ライジンのリングはどんなイメージですか？なんか本当もう格闘家が最終的にこう日本の格闘家だったりが最終的に目指す場所っていうイメージもあって、僕格闘技が本当好きなんで、毎年ライジンがあるたびにいろんなところに見に行ったりとかしてたんで、そこの舞台にまさか自分が立てると思ってなかったんで、めちゃめちゃ楽しみですね。はい、三浦選手の印象は思ってる背高えなみたいな印象があったんですけど、まあ好声援で打撃も綺麗にやる子だと思うんですけど、まあ試合になると本当に僕も発戦してるんで分かるんですけど、まあ練習と試合って本当全然別物だと思ったんで、そこで試合でやっとして、まあ本当人生の厳しさを教えられたなと思ってますね。はい、ご自身の強みを教えてください。かっこよさですね。かっこよさ格闘技でのこう、はい、お願いします。
気持ちが強いっていうのと、僕打撃をもともとやってたんで、打撃にすごく自信があるんで、あのストライカー同士ではあると思ったんで、まあ、打撃の勝負でしっかりこう、まあ、観客を魅了できるような試合できたなと思いますね。はい、ありがとうございます。最後にファンの方へ一言お願いします。まあ本当にあの今回の大会は僕が主役だと思ってるんで、楽しみにしてください。三浦選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。格闘技デビュー戦、意気込みを。本当に初めての経験で、こういう大舞台に立たせてもらえるんで、もうしっかりとあの一般の人だったり格闘技を見る人たちに、熱いものを届けれるように頑張りたいなと思います。大臣の舞台に対する印象を教えてください。は、自分は本当他のどの団体よりもこのリングがすごい好きなんで、本当華やかだなって、そういう印象ですね。対戦するユウシ選手の印象は。は、まあ特にないんですけど、すごいムキムキで、まあ、イケメンだなっていうぐらいですね。ご自身の強み教えてください。は、もともと格闘技にの道に来たのもボクシングからなんで、しっかりあのパンチを重点的に磨いてるんで、さっき言ったパンチもそうですし、いろいろ練習してきたことを、やってきたこと全てを見せたいなっていう感じです。最後にファンの方へ一言お願いします。いろんな意見があった中、結構あの自分のことを応援してくれてる人もいたんで、すごい、心の救いになってるんで、そういう人たちに応援してよかったなと思ってもらえるように、試合を頑張るんで、よろしくお願いします。素根選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。初の大晦日の雷神参戦、はい、率直なお気持ちを聞かせください。はい、ファッショイ、お祭りって感じですね。はい、はい、太田忍選手に対してどんな勝ち方をイメージしてますか。まあ、多分僕の打撃が入ってバシーンで終わるか、まあ、レスリングはやっぱ強いんで、まあ、下から仕掛けたりとか。レスリングの競技とは負けですけど、MMA なんで、そこは僕の方が強いよっていうところを見せたいですね。まあ、どう見ても太田選手って、前回も前々回も面白い試合はしてないんですよ。どう考えても僕の方が面白い試合ができてるんで、そこをまあ太田選手がどう受け取って、どういう試合展開するかじゃないですかね。最後にファンの方へ一言お願いします。大晦日、4戦4敗の僕ですけど、ここで大どんでん返しをぶちかまそうと思ってます。皆様、応援よろしくお願いします。太田忍選手にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。2年連続大晦日参戦の率直なお気持ちを聞かせください。まずはやっぱり大晦日って皆さんが注目される、格闘技を注目する時だと思うので、そこ のカードに選んでいただいたっていうのは本当にありがたいですし、しっかり盛り上げる試合をして、また来年も大晦日使っていただけるように、1ラウンド2分40秒はパウンドアウトで決めたいと思うので、そこに全部出そうと思います。はい、対戦する素根選手のイメージも。まあ、そうですね、まあ、打撃ですかね。打撃と、あとは、まあ、戦績が、40戦以上しているので、まあ、経験がある方ではありますし、まあ、実績も、シュートの太平洋チャンピオンになってますし、まあ、ベルトもいくつか持ってるので、まあ、実力がある選手だと思ってるんですけど、まあ、でも、ね、試合やったら絶対僕の方が上だと思うので、しっかり実力見せて、しっかり勝ち切りたいと思います。はい、今回の試合はどんな姿を見せていきたいですか。順応してきたなっていう、私の MMA できるようになってきた、できるようになってきたっていうか、あ、もう、MMA ファイターじゃんっていうような試合、もうなんかレスラーとかメダリストじゃなくて、MMA ファイターの落とし呼ぶっていうのを、印象付けたいなと思います。はい、最後にファンの方へ一言お願いします。トイレ休憩とか言わずに、しっかり見てください。頑張りますんで、盛り上げますんで、よろしくお願いします。はい、